100の中力と400の素膜ですね、足して500ですね。でこの粉は加水率が 60% ですから、総量でいうと300入るってことですよね。300のうちの最初の7割入れるってことです。じゃあまず210入れますね。はい、大輝です。今回はそば粉 400g に中力粉 100g の合わせて500の煮なしそばのうちいます。でこの粉はですね、加水率がだいたいね6割、 60% なんで、500の 60% で300はだいたい見ております。で最初ですね、300のうちから210だけまず一度に入れます。一度に入れるっていうのがポイントですね。でこのように細かくとにかく細かく戻してください。もう粉から粉に戻るように粉砕してください。そうですね、もうある程度一つの大きさが細かく戻りました。チーズでしたね。ちょっとずつですね、一度に入れません。ちょっとずつ入れてください。ちょっと上げて回してっていう風に。ボール回ってるの分かります？こうやってムラがないように見てあげてください。粒の大きさが揃うっていうのがポイントですね。だいぶ揃ってきまして、手のしっとり感だとか見た目の状態ですね。だいたいね、ちょっとみたらし団子のような。一旦これで良さそうかな、団子としては。これで一旦まとめていきますね。でここはもう力づくですよ。ここはもう引く練りじゃないんで、ここはもう力づくで、これだったら大丈夫だっていうのにこうして、ここからは引く練りっていう作業に入っていきます。でここから引く練りいきますね。よし、じゃあ引く練りいきます。あ、ちょっとあれかな、今ちょっとやってみて。ちょっと怪しいですね。ちょっと手水します。でもう怪しいと思ったらもう早めの方がいいですよ。手水の判断早ければ早いですからね。滑るんですけどね、これはいいですよね。ちょっとね、濡れた水を引く練り方が練り込んで、まあ最初はこうやって形悪いですけども、これで引く練りできたかな。でおへそができたんで、右に向けて転がしていく、前に転がしていくをね繰り返してください。それでね、へその部分をね尖らしてください。最終的に形として円錐形になればいいですね。それで上からギュッと押してください。この時にね、縁ですね、縁がポイントです。縁に明らかに大きな割れがなければいいです。ちっちゃな割れはまだいいです。多少の割れはいいです。で打ち粉は、ね、まあ、こんなもんでいいですかね。入りましょう。まずはね、だいたいね、膝の厚みぐらいかな、だいたい自分の手のひらの厚みぐらいまでは丸く薄くしてあげてください。よし、はい、でここからは綿棒ですね。綿棒転がす時のポイントですけれども、自分がこのように動いてください。手を動かすのではなくて、自分自身が動いて、これがまあ、綿棒が大きいのもありますよね。均一なこと、この2つのポイントを意識してください。はい、そしたら次ですね、角出しもしくは四つ出し、まあ、言い方いろいろあるみたいですけど、まあ、僕はここはね卵型にしております。卵型になればいいです。はい、丸から卵にすればいいんですね。転がして、引き伸ばして、また次はこの楕円形をしっかり手に変えていきます。同じことですね、前に転がしてそのまま引く、前に転がしてそのまま引く、巻きの引きは、丸に引く、卵から引く、引く仕掛けですね。この
うっすらでいいですからね。下に打ち粉入れてあげてください。あんまりいっぱい振らなくていいですからね。ほんとうっすらでいいですからね。はい、じゃあ出来上がったこの四角をですね、上と下、上と下にね、前後に伸ばしてあげてください。この時にね、厚みも揃えますし、あとは形もね、なるべく維持はしてあげてください。で、そうなってきますと、長方形に変わっていきますね。正方形から長方形に変わっていきます。はい、厚みの均一さは、こだわってくださいね。はい、長方形になりましたので、次は向きを変えて、はい、この長方形を正方形に戻しましょう。はい、まずね、半分ずつやるといいですね。右左半分ずつ一度にやってもいいんですけど、まあ半分ずつやった方が安全というか確実ですね。はい、厚いところから薄いところに生地を動かす、厚みを、生地を運ぶっていうようなイメージかな。はい、で右側を、今右側の上、右側の下っていうのをやってみますね。はい、同じように今度は左ですね。左を上と下に伸ばすことで四つ角が出来上がる、厚みも薄くなるっていう、ね、感じですね。で、ある程度左右できたら、今度は全体ですね、全体的に伸ばしてあげてください。全体的に、そうですね、伸ばして、まあここからはもうあとは全体的にやっていくだけなので、あんまり深く考えなくてもいいですね。あとここでね、ちょっと気抜いた瞬間に生地を巻き込んでしまいましたね。直し方なんですけど、とりあえず元に戻して生地を集めて、もう押し潰してあげてください。上からギュギュギュッと。で、押し潰した代わりに下の板に生地がひっついたはずなので、こうやって固定で外せばいいですからね。はい、じゃあ次畳んでおきます。下から上で、右から左、左から右で畳みました。畳むときに必ず打ち粉を入れてあげてくださいね。はい、切りですね。まあ、切りに関しては僕の動画でいろいろと出ておりますけども、まあどうですかね、まあ皆さん動画こうやって見てて思うのは、ギロチンのような切り方はしてないっていうのは分かっていただけますかね。ギロチン、まあつまり上から下ですね、こう上から下に押し潰すような切り方しますとね、生地の角は出ないんですよね。角がどうしても潰れてしまったり、あともう一つは危ないですよね。木の駒板の上を乗り越えかねないので、ギロチン切りをされてる方は、まあ僕は講座では直しますけども、うん、直し方もまああるんですけども、前に出てるっていう、その、この動きですね。上下ではなくて前後の動き。これがね、そばを早く、細く安全に切る方法なので、ギロチンっぽく感じてらっしゃる方は直そうっていう意識を持たれてもいいとは思うんですけどね。やめちゃうと最後のね、ほんの少しだけでなくなったりします。もう最後は勢いに任せて切り続けて切り終わってあげてください。はい、今回はね 500g をね、もうバーッと、だいたい僕はだいたい10分ぐらいで打てちゃうんですけども、まあ時間は本当に皆様それぞれですので、まあこんな感じで、まあ職人さんはこんな感じで打てるっていうのがちょっとイメージが伝わればいいかなっていう動画でした。それではまた次回の動画で、大輝でした。バイバイ。